それじゃあ今日のパワプロはこちら、精鋭選手ピックアップガチャを引いていきたいと思います。こちらのガチャの目的としては20連目ですね、 SR 大丈夫博士像が1枚おまけでついてくるのと、あと PSR キャラをそんなに持ってないので、1枚確保できればというところで、一応40連までで、40連目の厳選10キャラ PSR の内訳が、こちらになります、無敗の成海、修羅騎馬、おは鈴木、降臨虹谷、中禅一之瀬、長瀬くん、熱き二宮、深見、エプレミちゃん、石神という感じになってて、エプレミちゃんが唯一 PSR プラゴになってるので、ここでちょっとエプレミちゃん確率10分の1出てしまったら、追います。他は、持ってないキャラだったり、そもそも降臨虹谷とかね、SR も持ってないから、出てくれれば通常の SR もね、ぶっ込んで、エンジェルフォール投げられるキャラ1キャラくらいとか作っておきたいような気はします。そんなところで、単ガチャは引く余裕はあるのかな ?20 個だから、ありそうだね。せっかくだから。これ、なるみが欲しいんだよね。鈴木。鈴木も PSR は欲しい。じゃあ、10連いきます。ここは厳選10キャラ SR か。パッと。鈴木。偏ってくれるのであれば鈴木が出る。てか、めっちゃ偏ってんな。鈴木どころかなるみになってるし。ただ、なるみの PSR を手に入れても、プラ5までは持っていけないと思うんだよね。通常のなるみの PSR プラ5をぶっ込むかって言われたら、ちょっと悩みどころ。で、ここは SR 目的。大丈夫博士像。で、レイディは PSR を持ってて、育ててるところ。てか、ほんとなるみばっか出てくんな。ありがとうございます。で、30連目。ここはバナー SR。特に1枚しかない。本当に1枚しかないな。石神くん、とりあえず手に入れたわ。これどういうキャラなんだっけ。ここに来て俺石神が全然持ってなかったんだな。確かに引いた記憶がないからね。まず肩で補給上限を持ってんのか。で、固有もついてますね。技術ボーナス、コツイベントで練習15。このパターンは30で練習5か30かつく感じかな。で、コツはちょっとなかなか珍しいね。対左、早急、怪我しにくさ、競争心、珍しいコツを持っている。ただ型キャラとして使えるのかどうかがわからない。じゃあ40連目。ここは PSR 厳選10キャラ、相変わらずの1枚。お、石垣くん出てきた。ついでに出てきた。そうすると次追うのちょっとな。石上くんがまた出たら PSR せっかくだから見ていきますか。なるみくんが欲しかったけどね。50になるとそうだよね。練習効果30だよね。このテーブルはそんな感じで、技術ボーナスとでも筋力ボーナス、基礎ボーナス2つついて練習効果か。悪くはなさそうだけど、ちょっと肩の使い道がなかなか難しそうではあるといったところですね。で、あとね、これもね、一応水曜日まであるんだけど、これのちょっと危険なところは、半分くらいがちょっと微妙な感じなのかな、俺的には。15体のみでしょ。王子佐伯が欲しいんだよね。王子佐伯が欲しいんだけど、普通のなるみだしなっていう。出現割合を見た方がいいのか。で、アーサーも PSR プラゴンになってるんで、で、鈴木も普通バージョンでしょ。で、同盟は欲しい。で、虹谷もプラゴンになってるしっていうのを考えると、ちょっと2分の1の確率でいらないキャラが出てきてしまうという危険性があるけど、王子佐伯さんは引きたいっていう今葛藤に悩まされてます。そんなわけで今日のパープルはこれで終了します。